トラウマ CM。 今年26歳、ずっと同じ県に住んでいる俺が小学校の3年生から6年生の冬に体験した話。当時学校から帰ってきたら午後の4時にやる再放送の時代劇を見るのが楽しみだった。親が出かけていて家で一人だったある日、いつものように番組が始まるのを楽しみにテレビを見ていたら、始まる5分くらい前に、背景に大きな天秤がグワングワンって動いていて、イチゴの被り物をした某芸能人に似ている女性が音楽に合わせてダンスしている CM が流れた。なんだこれ、見たことがない CM だけど、この人なんか可愛いなって思っていたんだけど。15秒、30秒、1分、2分経ってもCM が終わらない。女性は何も言わずに、ただ踊ってるだけ。だんだん怖くなってきて、電源切ろうとしたり、音量を下げようとしてみたんだけど、テレビが何も反応しない。そのうち、天秤の動きに合わせ、音が大きくなったり、無音になったり。女性が、顔が見えないくらいのすごい速さで首を振り始めた。これなんか、やばいやつじゃないかと思った瞬間、女性が、お前は死ぬんだよと叫んでゲラゲラと笑い始めた。それ聞いて泣きながらこたつの中に隠れて、女性の声が聞こえないように叫びまくった。10分くらいは続いたと思う。そうしたらテレビが消えた感じがして、こたつから出たらちょうど時間が4時くらいで、テレビがついたまま時代劇が始まっていた。その数年後の小学校の5年か6年の頃、今度はメロンの被り物をした同じ女性の CM を見た。この話を中学、高校、大学で怖い話をするとき友人に話をしても、誰もそんな CM なんて見たことがないと言うし、ニヤニヤされる。他にも似たようなもの見た人はいるのかな？あの CM が流れた件はあるのか？今もずっと気になっている本当にあった出来事。もう一人の乗客。電車で変な人を見ました。その日は夜中の11時前に、繁華街から外れた駅から乗ったんで、車内はもうだいぶガラガラだったんですよ。俺が乗った車両には、俺を入れて5人くらいしか乗っていないって状況で、それで駅を3つくらい過ぎた頃には、俺とだいぶ離れたところに座っていた、多分年は40枚くらいで中肉中背。髪は黒髪で、長さは貞子みたいに長いわけではないけど、ボサボサ。服は青のユニクロのフリースみたいなやつに、丈の合っていないケミカルのジーパン。靴だけはやけに綺麗なスニーカーで。あと、紙袋を持って座っているんだけど、異常なほど猫背っていう気持ち悪い感じの中年の女の2人だけになっていたんです。この後変なことがあったから、ここまでその女の特徴を細かく覚えているんだけど、その時は、なんか貧乏臭い格好したおばさんがいるな、くらいにしか思っていなくて、特にその女のことは気にせず、腕を組んでぼーっとしていたんです。しばらくしたら、その女がいる方向から、パシャッジー、パシャッジーって音が聞こえてきたんですね。で、なんだろうと思って女のいる方を見たら、その女、一人でカメラを持って腕をいっぱいに伸ばし、レンズを自分の顔の方に向ける形で構えていて、一人で写真撮ってるんですよ。満面の笑みで、すごい上目遣いで。その光景が
めちゃくちゃ気持ち悪かったんだけど、俺はなぜか目が離せなくなってしまって、一分くらいじっと見ていたら、その女が気がついたのか、俺を一切見ずに、ものすごいスピードで、そのカメラを紙袋の中にしまったんです。だけど顔はまだちょっと笑ってるの。その半笑いの顔が怖かったな。訪問。A と B、二人の若者がドライブをしていた。突然、目の前に現れた影を引いてしまう。やばい。慌てて、車から降りる二人。うめき声が聞こえてくる。どうやら、人を引いてしまったらしい。が二人は、安堵にも似た、奇妙な感覚を覚えた。引いた二人は、二人が住む町では有名な、頭が少しおかしい不老者だったんだ。若い二人からしたら、彼など引いても、何も心は痛まない。は、こいつか。悪いな、おっさん。などと言って、笑いながら、二人は車に乗って走り去っていった。後日、一人暮らしの A は、自宅で彼女と酒を飲んでいた。夜も更けかけ、翌日、自宅で用がある彼女を玄関まで見送って、酒も回って心地もよく、そろそろ寝るかと思ったところで携帯が鳴った。B だ。おい A、今どこにいるんだ？やたら興奮した様子に、苛立ちすら覚えて、不機嫌に A は答える。ああ、家だよ家、寝るとこ。なんか用？いいか B の話。A と同じ町で、同じように一人暮らしの B。自宅で寝ようとベッドに入って、意識も薄れかけてきた頃、ドアを叩く音で目が覚めた。どんどんどん。おい、A だけど、開けてくれ。こんな時間に、連絡もなく家に来て騒ぐ A に、B は若干の怒りすら覚えたらしい。そっと、重たい腰を上げ、静かにドアに近づく。ドアをいきなり開けることで、深夜の非常識な友人に怒りをアピールしようと考えたからだ。どんどんどん。おい、A だけど開けてくれ。うるさいな、この酔っ払いが。ドアの前にこっそり立ち、位置の確認のためスコープを覗く。そこで B は固まった。そこにいたのは、A の声を再生するテープレコーダーを持ち、バットでドアを叩く例の不老者だった。B は声も出せず、またスコープから目も離せずに、ただ立ち尽くしていた。しばらくするとその不老者、レコーダーを止めて、こっち、いない、いない、とつぶやいて去っていったそうだ。はいはい、怖い怖い。酒のせいもあり、また不機嫌な A は真剣に話を聞こうとはしない。バカ、嘘じゃねえよ。あいつ、こっちはいないって言って。ピンポーン。A の家のインターホンが鳴った。ああ、彼女が忘れ物でもしたのかな。OK B、その話、また明日な。じゃあおやすみ。待て、切るな。ピ。A は半ば強引に電話を切った。ピンポーン。再びインターホンと同時に声がする。おい、A。あ、はいはい、今開け。え？ピンポーン。おい、A。外から B が A を不機嫌に呼ぶ時の声がする。一瞬 A の思考が止まる。何秒経っただろうか。そしてドアを叩く音と、聞き覚えのない笑い声が響いた。ガンガンガン。いる、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 こっち、いる。生首。まだ俺が学生だった頃のこと、俺の部屋には
ベッドの前に観音開きの棚があるんだけど、ある日うっかり閉め忘れた。夜ベッドに入った後思い出したんだけど、もう眠たいという理由で放っておくことに。これで棚の上に生首なんか乗っていたら怖いな、などと思いながら、もう一回見た俺は固まった。言ったことが現実になった。棚のちょうど真ん中ら辺に、青白い男の首が乗っかって、俺を見つめている。数秒後、にやりとそれは笑って消えた。翌日、今度はしっかりと扉を閉めて寝た、はずだった。棚の中から、ごそごそ、ガサガサっと音がする。もちろん棚の中には動くものは入っていない。やがて扉がゆっくりと開いて、あいつが姿を現した。こちらを無表情に青白い目で見つめる。そしてにやりと笑って消える。そんなことが何回も続いた。そしてあることに気がついた。毎回姿を現すたびに、俺の方に近づいているんだ。いい加減頭に来た俺は、扉にお札を貼って南京錠をかけた。その日の夜、またあいつが現れた。棚の中で、ごそごそと動き回って跳ね回る。しかし、鍵がかかっているんで、扉を開けることができない。すると今度は、扉をどんどんと叩き始めた。やがて音はだんだん大きくなって、しまいには扉が揺れ出した。その時、俺の後ろで怒鳴り声がした。こら、俺の子供に何するか、とっとと出て行け。もちろん、親父の声ではない。しかし、その声が聞こえたと同時に、扉を叩く音がピタリと止んだ。次の日、信じてはもらえないと分かっていながら、家族に話をしてみた。当然と言うべきか、信じてはもらえなかった。姉を除いては。実は、姉も以前あの部屋を使っていて、それを見ていたというのだ。数日後、神社の人にお祓いをしてもらった。宮司さんにそのことを話したら、その怒鳴り声というのは、君のご先祖様じゃないのか？きっと守ってくれたんだな、と言われた。その日から、あの生首、俺も姉も見てはいない。ただ今度は両親が乱したようで、夜な夜な寝室の方から二人の悲鳴が聞こえてくる。迷い込む。霊感はないんですけど、不思議な体験を何回かしてきました。そのうちの一つになります。小さい時の楽しみが家の周りを探検することだったんです。塀の上を登ったり、人ん家の庭に入ったりして、しょっちゅう迷子になってました。ある時、知らない道を発見し、またうろうろしていました。人の敷地に入って家の人に見つかったりして逃げたりしました。でもなんというか途中から様子がおかしいんです。明らかに人がいないんですよ。声や気配がないっていうか。転んだり、もう傷だらけで、痛いと怖いで、道もわからずに、それでもただ進みました。で、しばらく行くと砂浜があったんです。それはもう綺麗な。すると、男の人が来て、どこから来たの？一緒に遊ぼうか、と言ってきて遊んでいたら、みるみるうちに夜に。すると、もう、帰らないとダメだな。早く帰りなさい。と強く言われ、怖くなったんですけど、帰り道がわからない、と正直に言いました。すると、返してあげるからね、と言われ、はっとしたら、自分のベッドの上。転んだり、擦ったりした傷が、ところどころ残っていたんです。とても、夢だとは思えません。それが小さい時体験した、初めての不思議体験でした。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。
それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。私はパーを出しましたので、チョーキを出したあなたは午後からラッキータイムでございます。そしてラッキーアイテムといいますか、ラッキーアクションといいますかね、は鼻毛カッター、鼻毛カッターです。はい。なぜか、それは、まあ、鼻毛カッターね、ブイーンってなんかやつね、たまにやるんですけど、身だしなみってやつやるんですけど、忘れてるとね、ちょろんってたまに鏡で見るとね、あるじゃないですか。例えば話を誰かとしていて、その相手がどこ見てるかってなんとなくわかりますよね。女性の方だと、私の胸ばっか見てるとかね。あれ、結構ね、見られてる方ってわかりますよね。それと同時で、なんか私鼻見てる？鼻になんかある？あー、はい、はいって、なんか目じゃなくて鼻を見てるのね。とか、そういうことがあるとね、まさか、鼻が、もしかしたら、鼻毛が？みたいなね、ことがあると良くないじゃないですか。ほんで鏡で僕は自分で見たんですけど、ちょろんとあったんでね、あ、これはやっといた方がいいなと思って、くだらないことですけど言ってみましたが、いかがでしたでしょうかね。で、同時にね、まあ似たような、全く違うんですけど、ジャンル的に似てるのかな、記事を読みまして、まあ要は女性同士の争いなんですよ。女性同士の争いの記事だったんですね。まあ、夜のお仕事をされてる女性がね、やっぱりダイエットした方がいいとか、そのメイクとかね、の、黒じゃ、なんだっけ、ネイル、ネイルね、黒じゃないわ。ベアー黒に、ね。ネイルとかのね、話をすることに対し、なんか東大卒の地下アイドルさんという人がね、なんか、夜の仕事のくせに、偉そうに言うな。こっちは東大卒だぜみたいなことを言ってるとか、まあ、よくわかんないですよ。その背景はわかんないけど、そういうやりとりがあったと。で、東大卒でも地下アイドルなんてっていう話に対し、なんでわかんないの？私大企業の総合職だよ。土曜日に、なんか趣味で地下アイドルやってますみたいに返してるんだけど、それを読んで僕が思ったこと。まあ、二人の争いは別にどうでもいいとか、まあ好きにシャアなんだけど、好きにシャアなんだけどね。今、何とか分かんなかった。なんだけど、大企業の総合職で、こんなことやってますってやって、つぶやいて、さらにそういう攻撃的なことを顔出してるってことは、勇気あるなと思って逆に。会社大丈夫？と思ったら、そこなんですよ、僕が思ったのは。僕も今こういうことやってる。全然そのバレることは顔出してないからないんですけど、やっぱりね、会社にね、僕のチャンネル見てる人がいたんですよ。言えねえと思って、声変えてましたもん、その人の前では。ああ、そうですか。あ、お疲れ様です。みたいなね、感じで。やっぱりね、明確に、会社にバレるバレないよりもやっぱり嫌じゃないですか。なんかその人にバレたくもないし、別に会社に公にしたくもね、ないし、ややこしいしね、後でね。だから、大丈夫かなっていうね、そんな、それも別に、普通にこう、なんていうんですかね、活動してるだけでもやっぱりなのに、そんな攻撃的にね、夜の仕事の女ごときが、みたいに叫ぶような、要はもう差別的な発言ですよね。そういうことを叫ぶようなやつが、ような女性が、俺ここの大学の、大企業の総合職だけど、とか言われた時に、会社としてはなんか嫌だなっていうね。会社の人事部からしたらさ、なんか炎上してるやつがうちにいる。顔出ししてるし、うわーみたいなね。って思わないかなと思って。やっぱり SNS って怖いよね。まあ僕の年代とかね、以上の方とかだと、まあ SNS にそんな自分をさらけ出したりしないじゃないですか。顔出したりとか、なかなかできないですよね。してる人もいるけど。なかなかできないけど、やっぱり顔出しして、自分の、まあ、いくら攻撃的、差別的なことでも、自分の言いたいことは言うなよっていうのがね、主流になってるんですかね。とても勇気ないですけどね、僕はね、顔出ししてさ、そんな攻撃的なことをね、まあ、転売屋に対しては言えるけどね。
なかなか言えないなと思って、勇気あるなと思って、ね。ジャンプの主人公みたいだ。友情、勝利、あ、違う、勇気ないわ。勇者みたいだ。ね。す、飲んだけです。ね、お離れ婚でした。またね、ありがとう。Thank you.